庭平介は、日本の政治家。自由民主党所属の元衆議院議員。弟は、庭久市長元衆議院議員。孫に、庭秀樹衆議院議員がいる。1967年の衆議院議員総選挙。弟の庭久市長の初当選を祝う庭平介。愛知県東春日ガ郡森山町出身。名古屋中学校卒業後、牧師を目指して、 関西学院大学進学部に進むも父である、庭平介の旧姓に遭う。長男として、家業の土建業の庭建設を継いだ後、1941年4月、森山町議会議員に初当選。1947年、愛知県議会議員選挙に、東カスガイ軍選挙区から民主党公認で立候補し、初当選。1951年の県議選は、 国民民主党公認で立候補し再選。1955年の第27回衆議院議員総選挙に、旧愛知2区から日本民主党公認で立候補し、初当選した。自民党内では、暴流の三木派川本派に所属。庭は、初当選の1955年以降、地盤のない加速返しで一人一人にきめ細かく接して、着々と講演会の、 28回を作り上げ、住所も春日市南シ原町に移した。1976年の第34回衆議院議員総選挙は落選。1979年の総選挙で返り咲く。第二次田中再改造内閣の国土庁長官、第一次中曽根内閣の総理府総務長官、沖縄開発庁長官、竹下改造内閣の労働大臣などを歴任した。 1987年、自由民主党第二子会会長に就任。党内の意見調整の要として尽力した。1988年、君一党局実大受賞を受賞。1990年の第39回衆議院議員総選挙で12期目の当選を果たす。しかし、選挙直後の2月21日、妻と庭の秘書を務める長男の高光が、 公職選挙法違反の疑いで逮捕された。両名は1989年12月11日、名古屋市内の料亭で開かれた忘年会で、春日市議会議員、春日市選出の小玉光、つ愛知県議会議長、春日市長の鈴木吉ら計25人にそれぞれ現金20万円入りの封筒を渡すも、後日25人全員が庭側に現金を突き返した。 二人は、懲役二年、執行猶予五年の判決を受けた。連座性を規定する公職選挙法251条の庭当時はまだ、改正前であり、旧条文の公職の候補者を辞儀通りに解釈する最高裁判所、昭和35年2月23日判決があったことから、庭は,は、起訴を免れた。1990年10月21日午前、 陸上自衛隊森山駐屯地で行われる記念式典に来賓出席するため、秘書の車で司令部庁舎に到着。隊員の案内で1階ロビーの喫煙コーナー前を歩いていたところ、部外者の男に首をナイフで刺された。出血多量により心肺停止状態で森山区の野党病院に搬送され、その後長久手町の愛知医科大学病院で手術を受けたが、 12日後の11月2日に死去。79歳没。野党病院に搬送された際、秘書が申告した血液型と秘書が偶然持参していた国会ビンラ乱ンの血液型記載を信用し、通常は行われるクロスマッチテストが行われないまま、異なる型の血液が輸血されるという医療事故も重なった。また、愛知医科大学病院でも、 不適合輸血が行われた。司法解剖の結果、死因は頸部を切られたことによる失血死で、形が輸血は死因に影響しないと判断されたと言われている。なお、誤った血液型が記載されたのは、当時流行した血液型占いのブームが原因であり、血液型による印象が得票数につながると考えたのではないかと推測されている。 遺族は関係した3病院を相手取り、総額1億7700万円の損害賠償を求める訴訟を起こしたが、森山総病院と野党病院が解決金を支払うことで2000年12月15日までに和解が成立した。長男の高光は、懲役2年、執行猶予5年の判決を受けたものの、1991年6月、即位の例に伴う特赦で、 公民権を回復した。1993年7月18日の第40回衆議院議員総選挙に、庭高光は自民党公認で立候補するも、時点で落選。さらに、同年7月24日、公職選挙法違反の疑いで逮捕された。高光は6月下旬、票の取りまとめなどの報酬として、後援会幹部ら運動員、計15人に、 総額2550万円を渡したほか、別の一人に100万円を渡そうとした。母親も、買収容疑で逮捕された。非買収による逮捕者も小牧市議会議員、清洲町議会議長、春日町議会議長、前豊明市議会議員、穂住英一県議、元豊山町助役など広範囲に及び、越山会と並び称されるほど巨大集票組織だった。 平助の28回は2代目で壊滅的となった。1997年5月2日、最高裁の上告棄却により、高光の実刑判決は確定した。ありがとうございます。